久保さん。いやー、久保さんも僕もお互いに成長を見続けてきたんじゃないかなというとこですけど。まあ何が、人生何が起こるかわかんないですね。<laughs> うーん。まさかね、僕が毎日久保さんの動画を見るとは思わなかったですよ。昔ね、久保さんはね、なんとか TV をね、<laughs> あの、あそこに出るんだと。<laughs> ね。 見てくれてた視聴者。その視聴者、視聴者、だったね。人の動画を毎日見て、毎日なんか返答するみたいなね。何なんですかね、これっ、ね、て。<laughs> うん。まあ今回ね、あのー、久保さんの動画にね、塾長の笑顔が素晴らしいみたいな書いてあったんで、タイトル塾長の笑顔にしましょうか。笑顔。まあ、僕はね、塾長の笑顔以外の顔も知ってます。 泥臭いことやってきたとかね。あのー、なんだろうな。うん。まあ今見てる人はね、あのー、いい顔しか見てないかもしれないですけど、まあ当時ね、まあいろんな大変なところがあったっていうところを知ってるのは多分僕ぐらいじゃないですか、久保さん。あの、山口陸自体から久保さんを知ってるのは多分、ねえ、なかなかいないですよね。 まあ、いたとしてもやりとりしてるのね。こんだけやりとりしてるのは僕、まあ、そもそもこのリレーの数やばいので、僕たちを超える人はいないと思いますけど。<laughs> うーん。なんか、まあ、あの、いいとこもあるし、悪いとこもあるし、あの、全部見て、全部見た方がいいと思いますよ。やっぱ、そのメディアとかね、あの、メディアの情報とかも、まあ、 いいとこだったりとかね、アクセスが集まる情報をやっぱ流してるんですけど、やっぱ、まあ僕もね、商品販売するので、いいとこはもちろん見せますけれども、まあ泥臭いところもだいぶ見せてると思うんですよね。うん、このリレーも泥臭い、もう何回やるんだみたいなね。<laughs> 多分、その、いいとこも見せるけれども、ちゃんとやってる泥臭いところも見せてる人っていうのは、あんまりいないんじゃないかなと思いますね。うん。 だからその綺麗な裏側に何があるのか、何をやっているのか。でもインターネットで稼いでる人たちって、まあネオヒルズだ、みたいなね。まあその、うわーなってましたけど、当時ね。すごいことになってましたけど。まあ多分、まあ裏側は知らないでしょうね。全く。裏側でどんな大変な思いをやってきたのか。ね。ネオヒルズだ、言うててね。ネオヒルズだ、言うてて。会社に僕は泊まり込みして、ね <laughs>。 カップラーメン食ってましたからね。全く見えないですよね。誰も見えないですよ。そんなところ。表上ではね、フェラーリだー、ポンギヒルズだー、やってましたけど、裏では僕はカップラーメン食ってね、サバカ、あの、なんだ、アスクルですよ。アスクルでカップラーメン頼んで食ってましたよ。そう。で、佐藤のご飯、アスクルでね、佐藤のご飯頼んでね。 あの、懐かしいっすね。多分一生忘れないですね、あれは。うーん。忘れないなみんなやっぱね、光と影、光しか見てないところがあるんですけど、影も見た上で、じゃあどうすんのかと。うん。影は確かにあるけれども、大変なことはあるけれども、うん、今を変えたいんだったら、その大変な思いをしてでも手に入れる価値は、 僕は非常にあると思います。まあ僕自身も実際その15年ネットビジネス続けて思うことが、まあ続けて良かったなと思いますね。まあ会社勤めしてた時は本当にしんどかったですけど、まあそう、そういうその、なんだろうな、色々やってきたんで今があると思ってますから、まあ本当久保さんが言う通り今日もね一日フリーですし、今日コンサル入ってないんでもう全くフリーなんですよ。 で、フリーなので、まあ、動画編集してるんですけど、まあ、今度商品売るので PV 作ってるんですけど、めんどくせえな、みたいな <laughs> 休み休みながらやってますけど、ね、普通、普通だったらね、あの、ね、自由に仕事もできないだろうし、まあ、今から僕、ちょっと買い物行こうかなと思ってて。で、今日はね、あの、僕、あの、メンバーシップやってるんですけど、久しぶりにメンバーシップのライブを、まあ、勤務研究所か、の勤務研究所今日やろうかなって、今日夜何もないので、 そう、もうお酒飲んでね。<laughs> お酒飲みながらお金いただけるっていうね。何なんだみたいなね。<laughs> 僕のメンバーシップは、お酒を飲もうっていうメンバーシップなんで <laughs>。それでね、お金を払っていただける人がいるっていう、何という不思議なことなのかよくわかんないですけど。うあん。まあ、いろいろ申し上げましたけど、あのー、まあ、影もあるよと。 光と影。夜もあれば朝もあると。雨の日もあれば晴れの日もあると。だけど、あの、どんなに辛くても大変でもうん、それを続ける価値は、あの、めちゃくちゃあると僕は思ってますし、それを体験した久保さん、そして僕も体験してますけど、いや、本当ね、やっぱ一人最強ですよ。 やっぱ特に久保さんと僕の共通ポイントはやっぱね、経営をちょっとしてたっていうね、僕も社長やってましたけど、従業員に給料払うっていう、僕が借金作ったのはやっぱそういう部分もありますので、固定費の部分で悩まされたっていうのがあるので、そこはすごく共鳴共感するところがあって、やっぱり一人っていうのがどれだけ楽か、重荷が少ないか。 どれだけ自由に。まあ、やるべきことはね、僕はやりますけどね、コンテンツビジネスでまだ飯,飯食ってるんで。久保さんなんかはもうね、そのコンテンツビジネスほぼ卒業して、金利でも飯食える状態になってるので、もう本当に自由ですよね。もう僕以上に自由だと思います。だって商品売る,売る、売らなくても飯食えるわけじゃないですか。僕は売らないと飯食えないので、あの、あ今、今日もね、PV ちょっと作ってますけど。うん。でもまあ、あなんだろうな。まあ、僕、僕自身はなんか、 だから思うんですけど、なんかね、久保さんの逆を言ってるなと思うんですよね。だからこの最初はね、久保さんはね、僕たちを見てね、僕たちの光を見てね、ああ、なりたいなと思ってたじゃないですか。で、今度は僕が独立して、あ久保最終的に久保さんみたいになりたいなーと僕は思ってますからね。<laughs> 面白いですね。そう。まあ僕もようやくちょっと落ち着いてきたんでね。 まあ今年、まあでも、あの今年と来年はコンテンツしっかりやって、売って、あの軍資金作るっていうのは決めてるので、まああと1、2年はしっかり売り込んでいきますけど、まあそれ以降は緩やかな流れにできるようにね、えー、金利とかそういうのでも回るように新しいその収入の柱をどん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 ,どん作っていく。で、それはなんでかっていうと、自分の自由を守るためですね。だ攻めるというか守るためですよね。うん。 今の人生を担保する今の自由を担保するためにいろんな柱を作っていくっていうフレーズが40歳からかなと僕は思ってますから30代はまあ,あのアクティブにもうガンガンやっていく40代から守りとうんそうまあなんかなんか人生って不思議ですね何が起こるかわかんないですね僕が当時久保さんが 来てたコメントをね、読み上げてましたけど、まあ、こんななるなんていうのは0.1ミクロも思わなかったですね。久保さんが。まあ、はっきり言って、変なおじさんだなと思ってましたからね。まあ、僕も変な人ですけど、<laughs> 僕も変な人ですけど、まあ、普通に変な人ですよね。なんか <laughs>、番組を、自分番組しとらんやんと。自分、自分番組してないのにコメント欄にね、番組をご覧の皆様みたいなね。 <laughs> どんだけあのコメントが来たかっていうねもうスパム野郎ですよコメントスパム野郎ですよねそんな人がね、まあ、今こんな生活してるっていうのはねなんか不思議ですねうんまあほんと人生何あるか分かんないなとただ一つ言えることは本当にその僕は久保さんの笑顔じゃないところも見てますけれどもやっぱ続けている続けてきたっていうところが、まあ、大前提として、まあ、あると まあ芸人でも成功するために一つなんかねこれニュースピックスでなんかあのピコ太郎さんが言ってたんですけど芸人さんで成功するためにはもう一つしかないととにかくやめないっていうね <laughs> 芸人だって芸人さんとかも,もう何十年後にブレイクとかねまあまああったりするじゃないですかでもその何十年逃げあの続けてきたからっていうのはあるでしょうねうんだから何を続けるのかって結構大事だと思いますよ 今の会社を続けるのも別にいいかもしれないですけども、ネットビジネスを続けた方が、まあ、あのー、自由、めちゃくちゃ自由な、まあ僕と久保さんみたいな生活を手に入れる、入れられる可能性は非常に広がるのかなと、僕は思いますけどね。じゃあ今働いてる会社で自由な生活を手に入れられる可能性はどれぐらいあるのかと。可能性の問題ですね。 で、あなたはその可能性、どこに可能性を見出して、うーん、邁進するのかって続けていくのかっていう。まあそこに可能性、ネットビジネスは稼げない。稼げてる人は一部だ。可能性を閉じてね、今働いてる仕事をずっと永遠とやるのか。それはあなた次第ですね。いってらっしゃい。